えおはようございます。即課塾の久保でございます。久しぶりにプロダクトローンチというね、えー、会社からの、会社のアカウントからの放送になってきますけども、まあ、当然ですけども視聴者さんは今回はね、ずっとゼロだろうなと思います。いろんな放送してきたんですけども、視聴者ゼロに向かって放送することは私ね、初めてですね。まあ、今までね、1万人以上のチャンネル登録者さんに支えられて放送させていただきましたけども、あ、今、 視聴者数1になりました。すごい。ありがとうございます。どこのどなたか存じませんが、コメントなどつけてくださいとまで言いませんが、そのままご覧いただければ幸いです。あの、このプロダクトロンチっていうチャンネルは2015年に開設しまして、それからしばらく使っていたんですけども、この会社のアカウントっていうのはね、あの、普段の隠居 TV とは違って、本当にオフィシャルなものなんで、公開限定の動画が多いんですよ。 ですので、過去動画が結構ありますので、これを機会にね、公開できるものは公開しながら、このチャンネルも同時に育っていこうかと思います。で、事の経緯っていうのは、私のメインでやってる、隠居 TV っていうチャンネルがね、あのー、アカウントのちょっとペナルティを喰らいまして、どんなペナルティかと言いますと、私がね、トランプ大統領の選挙に関して、トランプ大統領がツイッターに上げたこんな言葉が削除されたんですよっていうのを、いわゆる暴露っていうかね、紹介した動画だったんですけども、 え結局、ツイッター社が、あの、公開を制限したものを YouTube で公開されたら意味がないということでね、えー、YouTube の方もツイッター社に配慮したのかなってところもありますし、まあ表現そのものが芳しくなかったのか、まあ私の動画もちょっと影響を受けたってことなんで、今回私の動画レベルでね、こういった措置が起きてるってことは、やっぱり YouTuber さんの中でもかなりのね、動画削除、アカウント削除の 措置を受けた方が多いんではないかなっていうふうに想像できます。まあ私もね、この YouTube っていうプラットフォームを使わせていただいて活動させてもらってますんで、あの、なるべく、うー、まあ穏やかな表現に努めていこうかなと思いますし、アカウント制限されるようなことを覚悟でやることはないかなと。うあくまでも私もお金の問題解決するのがメインなんで、政治的な問題っていうのはね、それほどメインで使うものではないかなと思っております。まあ、特にね、私のおレベルの話ではね、 うんまあ、令和新選組さんとかね、旧 N 国と応援するぐらいのことだったらいいんですけども、その応援が過熱して、他者をちょっとね、貶めるようなことをしてしまうと、私の本来の趣旨とは変わってきますんで、私の趣旨っていうのは、人を励ましたり、応援したり、癒したりするものをメインにして、人をね、蔑んだりとか攻撃したり、痛めつけたりするために、情報発信を使うべきではないと思ってるんですよ。まあ私もね、権力に対しては物申すところが多いんですけども、 誰か人個人を貶めるっていうのは本意ではございませんのでね、えー、表現に気をつけていこうかと思います。えー、ということでね、今回はここから YouTube のライブ配信をお届けしましたけども、またね、あのー、今日6月12日ですけども、1週間の停止措置ということなんで、えー、おそらく6月の20日からは通常通りまた隠居 TV のアカウントから新着動画を公開できると思います。 またですね、この公開制限が終わりましたら、この1週間、このサブアカウントで放送した内容は全てですね <laughs>、全て、え、本アカウント、隠居 TV の方で一気にアップロードしますんで、数百本一気に、あの、20日には私の動画が上がることになると思います。ちょっと作業大変ですけどもね、やらせてもらおうかと思います。それでは本日は以上です。皆さんこれからもよろしくお願いします。そしてご覧いただいた1名の方、本当にね、ありがとうございます <laughs>。ありがとうございます。 こちらのアカウントチャンネル登録が300人か400人ぐらいしかいないんでねもう辻だからこっちのアカウントも育てていくかみたいな感じの1週間にしようかと思いますそれでは